こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で一方です。北のファンタジー始めていきましょう。朝だな。剣の鍛錬にも身が入るというものだ。鍛錬、かっこ意味深。さあ、これは三者三様、葉山。え、父すぎるだろう。あ、え、大丈夫なのか？コロナかかったばっかりだけど。まあ、すでに収録は終わっているっていうとこなんだろうな。なんだこれ？この企画は。そして、イベントジャイアントクロモン対メカマッチ。ゴジラ映画かな？ゴジラ。ロボの、なるほど、いろいろ解放されるってことですね。討伐クエストシステムになってんだ。で、最低16節プラスこいつだみたいな追加クエストもあるってことですね。なんか美味しそうな感じはする。え、出てきたっけ、スロースタートに。日に焼けやすいので日差しがちょっと。朝のトレーニング気持ちいいよね。よくできました。そうですか。いい感じよ。ただいま。よくできました。行ってきます。期待してていいよ。チームワーク強化って何？予習もバッチリです。行きましょう。休日はいつも彼氏と過ごすわ。嘘やで。少し頼み事。助かっちゃった。ね、アマウさんの従業員にならない？なんてね。嘘やでってわけで。そうじゃない。お？ごごご、でかい。でかくなっただけやん。クロモン軍団。いや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 、お前かい。行け。はい。うん。なんかバラバラっぽいな。飛んでる。カマッチ。ん？全ユーザーで協力する。全ユーザーが遊べば遊ぶほど
報酬をもらえるっていうルールですね。来た、すごい。エタリウムもらえたり。一緒に手作り飴もどうぞ。え、いらない？もう報酬もらえたりして、もらえましたね。じゃあ行きましょう、シナリオクエストです。はいよ、ちょっと行ってくる。早く討伐クエストに行きたい。でも討伐クエスト久しぶりだよね。うん、うんうん、ええ、確かに。あらら。あ、いやいや、やりました。またか、前回続いて。ええ、よかった。そうですね。マジで？連続登場地味多くないか。うーむ、いえいえ。ええ、あらら。うん、ありがとう。いいですね、光。うん、全16節ですよね。ありがとう。はい、ナイス。あら、勉強になります。ねえねえ、うんうん、ふむふむ。アルシーブ。どうも。欲しいね。どうだ。いえいえ。ところで、はあ。よくないな。勉強になります。いやいや、になりますしか言わないな。うん、うーむ、腹減ってみたい。もしかして、何さっていった。そうだね。はいよ、ちょっと行ってくる。いや、クロモンだ。古代遺跡。古文。
なんだ俺のデザイン。そうだった。デザート？ひどい味。倒れた？こうして誕生してしまったのか。この仕事誰かに押し付け、お願いできないかな。サーバーです。赤、炎属性です。普通に意見の改定でいきましょう。今日はみんなでお出かけだね。いや、なんと。おい。はい。不安だ。ならば。まったく。はい、両方とも悪いけど、こっち使い合ってる。うわはい、あれ、勉強になります。仕方ないな。
少女焦る。ほうほう。それにしても空気を読みました。なんと、それなら。ねえねえ、あの、おい、よし、よし、頑張ります。行くよ。結構強いな、この黒門。頑張るゾイにかけましょう。私が助けるね。いきなりから結構強いかも。子供扱いして舐めないでください。そのせいか。早い。こうかな。潰れるの早いよね。勝利のポーズで、こうかな。まあ、この辺は仕方ないですね。はいよ、ちょっと行ってくる。はい、4節。よし。どういう時間かなんだ。ん？降りてきた。おお！爪か。まったく。どうも。ん？え？そうだな。ほうほう。レオユ。そうだ。え？クロマンテイコ。だが、ミカマッチゴジラ。うーむ。どうも。私の店。いえいえ。共感しないのは。え？そうだな。そうなんだ、知らないんだ。うん、来たよ、はい、ランプは。なんか14歳だとそのふふふ。エヴァみたいに。あ。なんかサイコパワーを出せるとかいう話じゃないかなと思った。適合率が合ってるとか。怒ってる。
鹿さんさんに言われたらしょうがない、パイロットと特別訓練の会議、異世界での日々新鮮で興味深いことばかりです。これってこれクリアしないと先進めないのかな。失敗。はいよ。あ、ダメですね。ちょっと行ってくる。ってことは討伐クエストをクリアしないといけないってことですね。出発し、異世界での日々新鮮で興味深いことばかりで、やってみましょう。行きましょう。早く倒し合いましょう。ランプがいい。ランプって知らされてないんじゃないの。ランプ、七夕ランプですね。水着ランプも OK。 ランプ出たら何でも OK なのか。準備できてるよ、早く行こうよ。大丈夫だよね、きっと。気合を入れて今この技で勝負だ。お願い、間に合って。気合を入れて、いざ。頑張れみんな、ここは任せてください。このこれしたいね。今は我慢の時だね。強敵ですね。大丈夫ですか？やるしかないみたいに。ごっくりごっくり。おいでませ。ここは攻めましょう。やってやろうじゃない。うまくいくといいんだけど。守りもしっかりしなきゃ。どうした。ああ、しまった。みんなのおかげね、感謝します。目標に向けてしっかり取り組んでいきましょう。違う違う違う。よーし、行くぞー。出ましたね。気合を入れて、今。こうしてやるやい。きっと大丈夫。任せてください。
生に入る。やってやろうじゃない。回復ですね。ありがとうございました。やるしかないわね。こうなったわらわの力が必要か。仕方ないね。上級。ライネ。張り切ってレッツゴー。先輩らしいところ見せないと。気合を入れて。いざ。後ろがから空きだぜ。これでどうですか？ほら、しっかりして。ここは任せてください。強敵ですね。ここは攻めましょう。もう少しね。やるしかないみたいね。やってやろうじゃない。お願い、今は我慢の時だね。おう、ここで必ず
たい。きっと大丈夫。お願い。おう。ここで必ず力をお借りします。私に任せんしょーい。えや、やったね。私たちの勝ち。わい。徳良美希です。はじめまして、よろしくお願いします。最後長球ですね。これは赤。です。もう属性いきましょう。ポルカ。強いかも。やむを得ないね。ダメージがすごい深い。こうかな。残り1体。いだ。やむを得ないね。どうかな。聞いたかな。強力です。強敵だ。どうかな、聞いたかな。やるしかないもん。見ててね。えい。うわー。見たか。見て。なかなか強い。頑張ります。守りもしっかりしなきゃ。ほら、子供扱いして舐めないでくださった。強い。一緒に頑張ろうね。だか、よく失神すんな。派手にやっちゃいましょう。一回倒した。強いな、これ。
そこで一体。結構やばいな。当たってください。正義の鉄槌を気づいたかい？倒した。僕が言葉知るオーラに、僕の力では朝飯前かな。ミキです。はじめまして、よろしくお願いします。ちょっと忙しく助かっちゃったね。アマウさんの従業員にならないなんてね。焼きそばとかいろいろもらえますね。焼きそば作品リストでクリーメントコミューで誰だ、桜トリックの人が報告可能になってます。ゆうちゃん今日は抹茶の島パンなんだ。ありがとう。コミカード遅く、進化できる人っていた？いいですね、条件を満たしてない。大概は70度かなってますよね。戦士の回数パワーアップ。うむ、完璧。私限界突破するマンだから。彼女は、はい、行きますね。小田切双葉。この世で一番何やらすごい女、ゴッド小田切双葉。別に戦士限定じゃないし。お、僧侶かアハピか無名の鹿か、アハピ行きましょう。こんな私でもお力になれるのでしょうか。なりますよ。魔法使いの星結晶です。竜が加宝ガンガン行くからよろしくね。ここにもパワーアップできるのがある。桜トリックの星結晶、ひなみしずく。私も一緒に強くなるって決めたんだ。魔法使いの怪物ひかかなた。一人じゃできないことでもみんなとなら。揃いましたね。このパターンでは進化できるのかな。レベルが欲しい。で、あと進化の何ターンかんたが足りない。私が頑張らなくちゃ。
はい、というわけでどうなっちゃうんでしょうね。私が頑張らなくちゃ。ランプ、とにかくあのランプ専用武器手に入れましたので、これから専用武器でどんどん鍛えていくことになると思います。葉山こうだよ。てるちゃんの1歳年上のお姉ちゃんなのです。ゆずへのいたずらは日課みたいなものだから。はい、ということで次回は5月15日本日ですね、こちらシアン用クエストの続きに行きたいと思いますので、引き続きお願いいたします。ということで、ここまでとなります。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ケラオファンタジアのプレイした動画ですね、プレイリストに記録しております。説明欄から見れますのでぜひご覧ください。またブログ、ツイッターも説明欄に URL 記載してます。ツイッターの方のフォローもぜひお願いします。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。